ドクター・林の健康ゲラゲラクリニックえ今日は新日本プロレスのレフリータイガー・服部さんをゲストにお迎えてお話を伺っています、えー、今先ほど書きましたボブ・マリーの「ノー・ウーマのくらい」これレギュラーの曲ですけど服部さん演歌が好きだって言ってたけどなんでこれの <laughs> なんか思い出の曲ですかいやアメリカに行く前はねもうい夏の日本の歌いが 全然興味なかったです<ー>だからアメリカ行ってもね歌もなもすごい苦労したですね<ー>でもやっぱり住んでくるとだんだん頭の中もじわじわ変わってきて今演歌も、まあ、全部好きですけど演歌、えー、すごい好きですあそうなんですか、えー、なんか思い出があるわけでもないいやあのジャマイカもなんかすごい好きで、えー、多分10回ぐらい行ってんじゃないかなああ あ,あ、これはいいなと思いますね。あ<ー>亡くなっちゃったけど。ハッタリさん、あれ今、そう、まあ、ニューヨークに住んでらっしゃって。うん、日本では仕事して、今、どっちが多いんですか?。いや、最近は日本が多いですね。あ日本が多いんですか?えー。でも、家族がニューヨークにいるから。えー、やっぱり、家に帰るっていうか。うん、<や>で、日本で仕事して、で、家に帰るとか言っちゃ、う途中でどうか、フロリスじゃないですか?。 フ、ね、<laughs> 一生フらフラい,、ねえー、いやだからすごい羨ましくて名前と一緒、えー、さんだからトラさんだからね。<laughs> そうですね確かに。だから本当そう旅行してねそういうじ自由な時間もあってでまニューヨークに帰帰ればねご子さんの方がいてで私日本に来て仕事をしてるわけでしょ。えー、だからそういう とにかくく本当に羨ましくしょうがないです我々がしてみるといやでもたまにニューヨーク帰るとあのうちの猫も嫌な顔してますからね <laughs> 他人みたいな顔してますよ。何ですかまでもちゃんとその今今新,新日本にいます、まあ新日本って一番ねあの大きな会社ですからそれなりにちゃんとケアしてくれてるんでしょうからね。ラッキーですね <laughs> ね本当にいや本当にプロレスとしてのいい時代をすごい経,、ね、経験してきて。うん でまあ、今も最後に,、まあ、最後にってはまだまだ頑張っていただきたいと思いますけども、まあ、本当にまだいい生活をしてらっしゃって自由だしまあ自由はすごいラッキーだと <laughs> いい生活かどうかはからないですけどん、まあ、でもそんな不自由はしてないですよそうで,しょでもやっぱり仕事の面でやっぱりプロレスしか知らないし、うん、でもやっぱり新日本プロレスやっぱりね伝統もあるし選手もやっぱりここ 才能もあるし、うん、よく練習するし,す、ねしすね、やっぱりいい環境でみんな育って、えー、今まあいろいろありましたけど、うん、いい形でやっぱりものを引き継いでるっていうか、うん、いい形でカルチャー残しているような感じしますね、うんうんうん、もう服部さんが一番あれつ長いんじゃないですか西日本でいや坂口会長もそうでまあそうそうですね <laughs> で服部さんそのそは アメリカにその何十年も住んでてですよ。で、まあ、もちろんしょっちゅう日本に来て仕事してるわけですけども。うん、その来るたび、なんか日本って変わってんじゃない、変わってきたなっていう感じ、印象を持つことありますか?。いや、プロレス、やっぱりプロレスは変わってますね。プロレスは変わってきてる。い変わってきてる、はい、やっぱりね。はい、まあ、僕らが育ったのは、やっぱりオールドスクールっていうか、えー、やっぱり。感性の時代っていうか、えー、あの。もっと、なんていうか、野放しっていうか。えー、その、本人の才能っていうか、自分の。 欲というか、えー、そういうものに対してすごいあれだったけど、えー、今はやっぱりね国もそうだけどプロレス界もそうでねニュースクールってねやっぱり管理されてるね野球もそうだけどやっぱりプロスポーツはみんな管理されてるから、えーね、WW もそうだけど、えー、選手がよくスマートになってよくちょっとなんていうまとまりはすごいあると、えー、だけど極端ななトンパチはいないですねうあそうですね。前ははいいいいましたから、ね、いや昔はいっぱいで、えー やっぱそれなりの面白い時代だったです,ね,面白い時代ですよね。やっぱりプロレスだってしかも昔はこう花があったしやっぱりみんな一目置いていたですよね。やっぱりあのレスラーはやっぱりね夢を与える商売だから一般の人はやっぱり一生懸命レスラー悪いとかいいんじゃないですけど、うん、やっぱりちょっと計算できない人は面白かったですよ。えー、そうですね確かにそれでまああれですかそのそのプロレスまあそうだけども。 やっぱりこの我々日本にしかいないから、日本にいてたちが日本人って変わってきてるなって気もするし、世の中ずっと変わってきてるんですけども、実際こうアメリカに根拠拠拠中置いて日本を見ながら見てると、しょっちとこれまあ来られてるのしろ、なんか日本って変わってきてるなと。いやもう。そんな感じしますか。日本はね、やっぱりタフだよね。このんな震災があってもね、もしニューヨーク大ごと起きたら、それこそ。 もう大変ななことになるとにる思うけどやっぱりつながりとかいろんなこと僕はサイドから見てるけど優しいよ、ね、やっぱ日本人はねそういうやっぱりそういうふうに育てられてるっていうか隣やっぱり基本的にはそういうものがあるんだと思うんだけどでもね僕は見てるとねやっぱり90%日本人だから大体のことは言えばわかるんだけどアメリカはやっぱりあのー。 なんていうかか雑誌の世界だからみんなやっぱりいろんな他国民が来て歴史もない世界だから200年ちょっとだからだからイエス・ノーっていうか要するに法律だけなんだよねだけど日本の場合はイエス・ノーじゃなくても分かったろうって言ったら分かるような感じもあるじゃないですか,かアメリカはないだから子供は大人にノーとか言ったりしてちょっと感覚的に英語っていうのはそうなのかなと思うけど。 それじゃないとできないっていうか、うん、やっぱりカルチャーも違うし、うん、みんな育っているところ共産圏から来てる人もいるし、うん、サウジアメリカまあアフリカにしろまあいろんなとこから来てるからさやっぱり法律がないとまとまらないとこもあるんだよね。うんうん、ね日本人はそのめ、えー、ラッキーは、えー、こう島国だからすごい保守的だけどねやっぱりまとまる力すごくて、うんうん、やっぱり。 苦労するのをお互いいにしよううって考えありますね、うん、でもあのグランドゼロのあとは非常にアメリカ人にまとまって、ね、すごいエクサあれをねそれ僕もう結構いろんなの今回もそうだけどグランドゼロもあってうちもそれこそうちの娘と息子とワイプと会うの2日ぐらいかかってやっと会いたぐらいのあれもあって。うん、うちの庭にもう たりでかーで結構うちの住んでたとこは28人ぐらい消防部が亡くなったりね<ー>結構あったけどあれでなんかまとまったような<ー>ニューヨークシティはあれからなんか犯罪が少なくなったりまとまったような感じにする。 何十年ちょっとアメリカ行ってて何となこう人種差別とかそういうの感じてきましたかやっぱりいや僕自身はねあるのかも分かんないけど気が付かないかったのかも分かんないけど、ええ、ちょうど行った頃ねやっぱりフロリダに行った頃あの頃はやっぱりいろんなことあったんだろうね、はあ、ゲバラとかやっぱりちょっと前ぐらいにフロリダにいたり、はあ、あのマーチン・ルーター・キングとかね、ええ、やっぱりやっぱサウスに行ったらねとんでもない時に あの車運転して止められたなんかあるようなことありましたよでニューオーリンズなんかで前仕事しててバーなんか行ったらやっぱりね珍しい言われるような感じもあったですよね、うんうん。これプロレスの業界だとそんなあんまり感じないもんですかねいやープロレスの業界は目に見えないけどあるんじゃないですか,あんすかね。やっぱりででもそんなな極端にはないですよ、えー まあ、だから人種がいろんな人種が入り込んでいるといってもやっぱりまだまだそうですねあの頃昔はやっぱりマササイさんとか歌舞伎さんとか、ええ、キラカーンの時代はやっぱり時代の背景もあってやっぱり日本人と思っててけど、うん、今は日本人と思う人いないもんね。うん、アメリカ人やっぱり日本人は仲いいし、うん、根本的にはもうなんつうのいろんなことが混じってるから大体、うん、いい教育も一緒だし、うん、ですごいそういうなんか。 あれはなくなってると思う。うん、あ,あ、そうですか。だから日本人だから特別に見るようなのはもうないと思う。うんうん、でもその前鈴木健三健造先生がね来て言ってましたけど、うん、要するに向こうに行った時に今のこの時代ですよリングネーム広人にさせらっそうになったと。うん、それでまあそういうギミックでやろう、うん。 だけどもその日本の政府からクレームがついてその話がなくなったって言ってましたけど、ハ <laughs> ったりさん時代だったらもっともっと前だから、いやあった賢三はそういうふうに思うかも分からないけど、<っ>自分が思ってるほど、そんなね、プロモーターはそういう感覚で物を見てやってるかも分からないけど、一般社会、特に僕はニューヨークにいるから、<っ>何人になろうが関係ないですね。あそうですかも、もサー s, s 行ったらそういうのありますよ、<っ>今でも。<ー>やっぱり東洋人白人黒人白黒 スパニッシュまああいいっぱいあるけど、でもそんなに日本だって一緒だ同じ感覚だってチャイニーズコリーンもうう、ね、エイジアンと同じでもやっぱりそういう差別っつうのはね、一緒なくならないと思うんだよね、うん、見えるか見えないかうん、うん、だけどそれは根本的にみんなの頑張りでそれになってるのいい解け方知ってるのはニューヨーク一番あると思う素晴らしい。<ー>でも今後、 日本もだんだん子供いないから、うんね、もっと外人とうまく付き合わないと。難しいと思うよね、えー。もうずっとニューヨークなんですか。最初から。いや、だからフロリダに10年いた。んですよあフロリダに10年いたんですか。あとはもう。ニューヨークです。ニューヨーク。ニューヨーク今あるでしょ。マンハッタンの中にいる。マンハッタンですね。<laughs> 面白いですよ。すっごい。<ー>やっぱり便利だし。飛行場も近いし。あのスーパーマーケットなってな、のあの公園でやる青物市場。 朝一、月水、金やでちょっと NHK でもいろいろやったりして、すごい面白いですね。でもやっぱり、物価なんか,かなり高いでしょ、ニューヨークは,ーークはね、住む所が高い、それから衣類、食べ物はむのすごい安い、はい、日本から半分ぐらいですね。あそうなんですか、うん、マハッタンは特に住む所が高いですよ。はいはい、だけど、食べ物とか着るものは安い。 おでもそのアメリカの中でも日本と比べるとそうかもしれないけどアメリカの中で例えば、あのー、カリフォルニアとか、うん、ロスとかああいうところと比べると高い,高いでしょニューヨークは高いです番高いけど一番便利さがあるしあ<ー>一番不自由しないっていうか<ー>どこに行っても何でもあるし日本と東京まあ東京と一緒ですよ恵比寿に僕は住んでるんですけど日本は同じですねでも物価は全然向こうい,す安いんですね、まあ、食べ物 着るものは安いですね、ええうん、住むところは高い、うん、でもみんな日本も高いじゃない、うん、アパートとか、うんね、マンションにしても、うん、あの医療医療っていうかその病院なんかは結構大変じゃないですか,か,かいや医療はねやっぱり旅行者は大変だと思うで住んでてやっぱり税金出してる人はやっぱり、ええ、今まあ日本でいろいろ問題になって年金とかね、うん、アメリカの形のはねいいですね、うん、やっぱりパッとしてどこに住もうが、ね アメリカ十年税金出してれば、その後年金が出るしね。うん、日本のやり方ちょっと違うのかもわかんないけど、うんうん、まあある日、まあアメリカも日本と同じようになるかもわかんないけど、うんうん、今のところはいい,、うん、い,いと思う,う。みんな年金ちゃんともらえるわけですか。かもらえますね。僕も。ちょっと去年腰を信じたんですよね。ええ、その時も、まあたまたまそういうあれで。ええ、まあ、じゃ、ものすごい高い。 あのね、入院費とか病院とかあったけど、えーうん、たまたまラッキーでまあ80%ントがカバーしたんですからああそうですか、えー、あのよく聞くのはその例えば具合が悪くなって病院にかろうと思って近所にのの電話するといや2日後か3日後に予約取ってくれといやそれは極端で、うん、でもニューヨークもやっぱりやっぱ上下があって、えー、緊急病院とかいろいろありますけどやっぱり今の社会だから、うん あのプライベートの病院、うん、まあ日本もどういうよく分かんないですけど、やっぱりいいとこと、やっぱりパブリックのあれはやっぱり格差あるけど、うん、普通に生活したらそういうことはあんまりないなんですか、ね、例えばちょっと緊急でそのすぐ見てもらうためには緊急の病院行かなきゃいけないし、緊急の病院行ったらもう3時間も4時間もまた先て見るとかいうふうに言ましたけどね、うん。前はあったと思う、最近はないけど、で,ね、でもやっぱり、やっぱり日本のお医者さんは分かんないけど、やっぱり。 アメリカっいうのは発揮してるから誰がこの入院費を支払いますかとか今日は誰のあれですか全部最初全部書かされるから大変ですね、うん、ただアメリカの場合はみんなあの番号制だから、まあ、銀行貯蓄するのにもソーシャルセキュリティのナンバーがいるから病院行ってもそのナンバーを見せればこの人はこうだっていうのは分かるけど旅行者はちょっと難しいかなと思います。 いやその例えば問診なんかもねもういろんな人がいろんなもん同じことばっかりも聞かれると、うん、でもうんざりしてくるって言いましたけどね、うん、でもそれはねやっぱり英語のコミュニケーションができないとそういうことになるけね。だけど大半今はねそんなあんまりないですよ進むのちゃんとしてるしちょっと前はそういうことあったんじゃないですかね。 今例えばアメリカに住んでてニューヨークに住んでて不自由なことなんかありますかいやニューヨークに住んでて不自由なことは日本のテレビは面白い,面白い笑いがないぐらいで<ー>寿司もうまいし食べ物何度もうまいし手に届くことばっかりですねあ<ー>東京と全然変わらないエビスト変わんない全くあまあでもエビスト変わんないですねまあ日本の綺麗な女の人はいないけど もうずっともうこれずっとアメリカにいるんでしょいやと思うけどよく先はかまあでもプロレスの今新日本にまだまだねこ今これからはもうあの障害としてアメリカのアメリカと日本の橋渡しでねまだまだ活躍する場面はいっぱいあると思うんで、えー、我々もまだまだ本当にお付き合いしていきたいと思ってますけどね、えーまあ、とにかくあのアメリカの方が今住んでとにかくアメリカの方が日本より良かったかなと。 いう感じがするわけでしょうん。でもねだんだん年取ってくるとやっぱり日本の良さがどんどんきてだんだん日本人になりもっと日本人以上に日本人になっていう感覚がありますね、うん、でも日本にいたらどうなってますかね <laughs> ちょっともう飛んじゃってんじゃないですかねどっか飛んでるんでしょだっ,だってほら世界選手権でまあ優勝したという成り物でこう日本に帰ってくるじゃないですか、うん、それからどういう生活なんですか、ね、いやもう全然だって大学出て サラリーマンは唯一になりたくないと思ってたし、うん、たえ何やってるか分からなかったですけど、まあ、仕事したくないからアメリカに行ったのもあるんだろうね<ー>最初はでも違うことを見たいなっていうのはすごいそうでしょうねそういう好奇心があってあの頃本当に我々も憧れてましたから、ね、やっぱりアメリカはね、うん、そういう時代だったから、まあ、今はもうみんな行,行ってますからねしょっちゅう行ってるから、うん、でも,も唯一あの時代チャンスがあったらやっぱりそういうイベントとか、うん、世界選手権なり全面選手権がなかったら、ね、多分行けなかったと思うんですけど まあ言ってわかんないけどゼロだからどこ行ってもゼロだからみんな今はもうそういう感覚は何もなくてねあの頃はやっぱりねやっぱアメリカすごかった、うん、日本はでも今は日本のはアメリカと全然変わらないもんね。そうでですすねね変わらないよ先ほどちょっと聞きましたけど服部さんが長男で、うん、ね <laughs> <laughs> それでその自由にもうねあの頃はやっぱり翔太ったそうもいかないじゃないですかやっぱ家のこともあるし親のこともあるしなんかねまあでもうちの家庭はやっぱり俺は大学まで出してもらったからう <ん S 2> もう卒業して感動されたようなもんで<う>んいい付き合いをまだ親父とはしてますけど。アメリカ行くのはだって まあ許してもらったんじゃなくて、もう行っちゃったということですね。そうですね、行っちゃったやなもんですね。行って最初はもうお金もないし、帰れることもできないし、うんうん、ただいて毎日仕組みやってたなっていう感じで、<ー>そんな横を見るあの余裕も何もなくて、うん、もう毎日が必死だったから。うんうん、<laughs> そうですね。あれですか、あのアメリカは大体もうどこでも南米も全部行って行ってる。そうですね、もう大体行ったんですね。んす南米も好きだし。 チリからアルゼンチンから全部大体回ったっすよ。あ<ー>、あとは、あの、キャラビアンすごい好きで、島は全部行ってますね。あ、そうですか。キャブ、<ー>カリブかね。うんうん、いいですね。どこでしたっけねこの前なんか写真、あの。ベネズエラー。ベネズエラーで。ちっちゃな島行って。<laughs> また行きますか。あ、いいな、そういうところに自由に行けてね。 ヨーロッパとは最近行ってないですけどでも結構回ったんですよドイツからあの頃はドイツと新日本をやっててオットワンスってプロモーターがいて、えー、結構日本からも選手行ってたし天山も小島も行ったしああ西村とかあの感覚でみんな行ってたですからね、えー、イギリスとかバイデン、ね、なんか行ってたし。そうですね。うんうん アメリカどうですかアメリカでプロレスはどうですかね、やっぱりアメリカが一番、あれですか、ね、いや,やっぱり組織的にやっぱりアメリカがやっぱり一番強いし、いね、今の時代の感覚に合ってるんじゃないですかね。WWE なんかもかなりまだあの、要するにプロレスの価値っていうのは、すごい高いと思う。やっぱりあの、一番すごいんじゃないかなと思う。う 昔はね、要するにそのトップレスラーだけはあれだけど、もう下の方はもう、あのなかなか生活もできないしっていうようなことは,実はあったみたいですけど、えー、今でもね、やっぱり上のトップの何人かだけど、そうですかとてつもないやっぱりスターですよ。やっぱりあ 日本のプロレスはかなりアメリカでも評価されてるんですか日本のやっぱり評価されて思いますねそうですかやっぱり見てますなんかテレビかなんかでやってインターネットだからもう何でも自由に見れるしやっぱり WWE もうちで活躍してる選手すごい評価してて欲しがってますよねあの格闘技なんかで行ってかなりのお客さんも入ったりそうですねね。藤田先生も言ってましたよねアメリカ行ってねすごい。藤田は何してんですか今 藤田はゆ、ゆう自うじてきの生活、それこそ。素晴らしいですね。<laughs> だけど、服部さんも本当に自由人だから、で、もう、あのー、あんまりいろんなことにこだわらずに暮らしてるんでしょ人間関係なんか、煩わしいのは嫌だと思うし。いや,、ねねいや、でも、ドクター林さんとは違うですよ。だ <laughs>、だいす。限られた、ちっちゃな生活してくる。ね <laughs> <laughs>、それで、本当に、その、まあ。 もう一曲ここで聴いていただきますけど、ハットリさんのね推薦曲で、ハットリさんの生き方をこれはも、ま、うある程あるがままにきようとね、ザビートルズですね、Let It Be。 服部さんもだけどあのビ,ートのビートルズの世代,で世代でしょそうですねもう全然好きですね <laughs> <laughs> え日本にいた時にビートルズ来たりしちゃった覚えてますもん<え>うんとねあれ64年かな東京オリンピックなんかで最初あの武道館に来た時あの頃ね大学の運動部がねみんな警備員やられたんですやつたアルバイトかなんかで、えー、レスリング、えー、明治のレスリングも行ってね あの頃大っ嫌いだったですもんね。本当ですか。で、今、なんでこんな変わったのかなと思うぐらい。<laughs> えー、じゃ、アメリカに行って、いろんなことが好きになったってことですね。そう,いう,そうもう、まるでそうです,、ね、ですね。ね。じゃ、演歌なんかもうほとんど聞かないですか、今。いや、もう、今、何う、なとも聞きますよ。<laughs> ね、音楽大好きですから。<laughs> えー、まあ、本当に私と同じような世代で、お、お、私と同じ世代、私より先輩ですけども。まあ、こういう曲なんかはね、本当に、私も、お、ビーズルズも好きだし。 まあレゲエとまでちょっとねそこは行かなかったんですけどねや。やっぱりクラプトンとか好きですよ。えー、あそうですか。うん、<ー>やっぱりまあなど音楽好きですけどね。<laughs> ビートルズは特別ですね。でも本当にまだまだあれでしょあの新日本。

で本当にまああの私もまあまだまだ、ね、これから服部さんと一緒にお付き合いさせていただいてまあいずれねニューヨークに行って服部さんのところです,すばらしい滞在しなきゃいけないんでね、えー、楽しみにしているんですねそれから一緒にベネズエランも行きたいと思ってますんで、ねえー、そのカリブ海にも行きたいと思っていますどうぞ <laughs> Welcome to New York。あん楽しみにしています、えー、まあ皆さん本当に、えー、もうこのこれから暖かくなってくると思いますから、えー、卒業された方もね。 本当に夢を膨らましてこれからの人生ねハットリさんのようにもう自由にあるがままに生きていただけたらいいかなというふうに思っていますどうぞ今週も皆様笑って楽しく一週間お過ごしくださいまた来週お目にかかりますそれではさようならハットリさんありがとうございましたどうも,もます笑顔で暮らせたらいいな